青コーナーより佐藤恵美選手、赤コーナーより青野光選手の入場です。続きましては第5試合です。ディープジェールスアトム級グランプリ1回戦5分2ラウンドです。8選手によるこのグランプリ、まずはその1回戦4試合というところで行われていきます。ピンクのコスチューム青野光です。グレー黒のコスチューム佐藤恵美です。さあ急遽ケージに移られました元の選手にも戻っていただきまして、はい、再び解説です。よろしくお願いいたします。お願いします。5分2ラウンド、第1ラウンド飛びついていったのは佐藤恵美、組みついていきます。早速の攻めというところですが、はい、さあこれを青の光はどうしのいでいくか、潰していきます。佐藤恵美はもう明確にもう行くぞというところだったんですかね。そうですね、まあ、青野選手、まあ、タックルで、はい、多分倒しに来ると思ったので、もう先に自分からなるほど飛びついていって、下から決めようと思ったんですかね、はい。まあ、やはりこの青野光、このレスリングエリートという異名の通り、レスリング力というのは定評がありますからね。そうですね。今は上になっておりますのは青野光です。この両者は2017年12月に対戦、その時は佐藤恵美が一本勝利をしています。さあ体勢を整えようという青野光、この後の青野の攻め、どういったところに期待したいですか。いつも倒す、本当に倒すのはピカイチだと思うので、はい、そこから今回決め、どうやって決めに行くのかなと、はい、右足を必死に抑え込むように絡めているのは佐藤恵美です。佐藤恵美の方はこの状況はどういうふうに一回しのげばいいですかね。
と顔を相手の顔を剥がそうとしてますね、はい、距離を空けて相手が来づらいようにしたいですね、うん、構わずパンチを落としている青野光です。コツコツパンチを当てています。青野の方はまずあの足を抜いてというところですかね。そうですね、けど佐藤選手が、はい、動いていないので、まあ、ちょっとこのまま削ってもいいかな、はい、うん、変わらずパンチを当てております青野光です。さあ佐藤恵美の方はどういうふうにここをしのいでいくのか。佐藤選手も少し動いた方がいいですね。そうですよね、もう足外しちゃってもいいのかな、はい、今の攻めをされたくないので足を絡めているけれど、そうすると逃れられない、はい、ということになってしまうんですか。そうですね、このずっとこのままだと印象も良くないので、はい、でも青野光もこう一旦上になりますとコントロールというのは本当にこう抜群な印象がありますよね。ひたすらにパンチを落としております青野光です。どうでしょう佐藤、もう少しこう暴れたりした方がいいんですかね。した方がいいですね。何か狙ってるのかもしれないですけど、はい、ただこうなるとこのまま終わると第1ラウンドは明確に青野が攻めたという風な状況で2ラウンドになってしまいますよね、はい、下からも取れる選手なので、はい、ちょっと形変えて攻めてみてもいいかなと思うんですけど、はい、懸命に両足で絡めて防御するような格好です。さあ青野の方もその足を抜いて動きを行きたいところ。でも青野選手もしっかり肩でプレッシャーかけているので、はい、動きづらいのかなと思う。再びパンチを繰り出しております青野光です。さあもう一回青野が体勢を整えようというところ。しかしこの体勢が続くと第1ラウンドが終了。お話の通り佐藤恵美は印象が悪いまま1ラウンドが終わってしまいましたね。そうですね、最初飛びついていったのはすごく良かったと思うんですけど、はい、その後がちょっと上からコントロールされちゃいました。そうですね、となると次のラウンドどう組み立てていけばいいんでしょうかね。どう組み立ててくるのかちょっと楽しみですね、はい、また先ほどのように自分から仕掛けていくのかどうなのか、はい、佐藤恵美は近況ですと2019年には外国人ファイターに敗れというところでちょっと白星から遠ざかっております。対する青野は、まあ、VTR にもあった通り10月には前澤の持つベルトに挑戦しましたが優勢に運んでいたものの逆転負けという戦いでした。第2ラウンド最終ラウンドの開始です。打撃でいくのは佐藤恵美、変化を加えて青野のタックル。押し込めに行くのは青野です。やっぱりあの相手の打撃に合わせてのあのタックルの鋭さというのは何度見てもこう光を放ってますね。そうですね、スピードもありますね。はい、さあそうなるとこのラウンドも青野が攻めるというラウンドになっていくのか。このプレッシャーはどういうふうに対処すればいいですか。そうですね、今、まあ、相手の顔の下に腕を入れてちょっと隙間を空けたいですね。あ、
懸命に膝を間に入れて抵抗しておりますが、やはりこう佐藤は相手の足をこう挟むようにして抵抗する印象がありますね。そこからガード。さあ逆に下から攻めていけるか。下からパンチを当てているのは佐藤恵美。足をどかしていこうという青の光です。下から蹴り上げる。お話の通り里井も下になっていてもしかし攻めていこうという体勢ですね、はい、腕を取っているがどうだ。体勢的にはあともう一動きというところですかね。そうですね。逆に青のはこうどういうふうに組み立てていけばいいですか。まあ、上取ってるので、はい、まあ、変に隙間を空けちゃうと、まあ、佐藤さん、まあ、はい、十字とかうまく取って下からの攻めがうまいので、うん、まあ、一旦しっかり抑えて、はい、まあ、パウンド入れながらの、うん、そんなに焦らなくてもいいのかなと、はい、まあ、1ラウンドがあってこの2ラウンドだからというところもありますかね。そうですね。そうすると佐藤恵美の方はこの、まあ、少し静かな時間というか自分が下になっている状況はもう早く終わらせないとという時間帯になってきましたね。そうですね。しかし押し付けている青の光。この青のをどういうふうにするとこの状況を逃れやすいんですかね。青の選手ですか。あが上になっていて佐藤恵美はどういうふうに動いたら、まあ、本当にブリッジして、はい、隙間を作って逃げる、逃げたいんですけど、うん、はい、完全に青野がコントロールしてパンチを落としていきます。ちょっと肩固めもいけそうですね。はい、どうにか逃れたい佐藤恵美なんですが、青野がしっかりコントロールしています。ここでもがいている佐藤恵美、逃れようとする。しかし青野も焦らずにコントロールという状況ですかね。そうですね、今肩固めを狙ってますね、はい、さあ決めきれるか。もがく佐藤恵美。ここで試合終了のゴングとなりました。2ラウンド攻防が終わりましたけれども、どういう印象ですか。やっぱり青野選手が上にいる時間が多かったので、はい、まあ、なかなか佐藤恵美を下から何かを狙おうとはしていたんですけれども、はい、それをさせてもらえなかったというんですかね。ちょっと1ラウンド目の印象が、はい、うん、そうですね、強いですね。青野のあのプレッシャーをなかなか跳ねのけるのは至難の技ということなんですかね。やっぱりコントロールする力はすごいですよね、はい、さあ青野光リベンジなったかというところで、この後の判定を待っています。
両者が呼ばれました。ハンドル結果をお伝えします。ジャッジ札20対17、赤青の1人目は青の、ジャッジ札20対17、赤青の2人目も青の、20対17、赤青の3人目も青の、5人の判定いずれも青の判定、5対0ということで青の光が佐藤恵美を下しました。いや、成長した姿を見せてというところなんでしょうかね。この一戦はどういうふうに評価なさいますか。やっぱりタックルのスピードは速いし、はい、うまいですし、あとは最後決めきれれば本当は良かったんですけどね、はい。まあ、次のステージへというところですと、そのフィニッシュというところが次の課題ということになるんでしょうかね。まあ、いずれにしても一度ベルトに挑戦して敗れというところから、まあ、これはまた次のステージへ向かう一勝になったんではないでしょうかね。今日は敗れました佐藤恵美を相手に見事な勝利を挙げました青野ひかるです。さあ、これで次の準決勝へ勝ち上がりということで一番乗りとなりました青野ひかるが制しています。